はい、どうも皆様こんにちは。本日はですね、ここの胸のところ見えますかね。ちょっと今日はね、分かりやすいように見える位置につけてますけど、ピンマイクです。ちょっとね、旅行でね、横浜に行ってたんですけど、ヨドバシカメラでね、現物見たらね、もうついついね欲しくてね、買っちゃったんですけどね。まああんまりね、アマゾンに比べたらね、ちょっと若干値段はしたんですけど、まあでもね、現物見てね、ついつい買っちゃいました。でね、これちょっと今日はね、 G7X Mark II にタスカムの DR10L というスタイルでね、ちょっと Vlog をしたいと思います。今日は見えやすいようにこういう風につけてます。慣れてきたら服の中とかに入れてね、見えない位置にさりげなくつけようかなと思うんですけど、今日はちょっと初めてなんでね、若干ちょっと見えてますけど、まあそれでもあんまりわからないんですけどね。ちょっとね、今日はこんな感じのスタイルで Vlog です。これエブリデイスリングバッグです。ピークデザインのエブリデイね、バックパックがね、ちょっと良すぎたんでね、これもちょっと買っちゃいました。まあちょっとね、早いんですけど、早めの誕生日でね、ちょっとね奥さんに買ってもらったんですけど、これもすごくいい。エブリデイバックパックもね、今回の旅行でかなりね重宝したんですけど、このスリングバッグの方もね、かなりね使い回しはいいです。普段ちょっとでお出かけするときにカメラ持ってくんだったらね、もうこれが一番いいかな。今日はね、ちょっとこれを持っていきたいと思います。出発。星水町にね、アウトドアショップができたっていう風に聞いてるんで行ってきたいと思います。モンベルのね、なんか公式の公式店っていうんですか、そこにね、ちょっとね、ドライブがてら行ってきたいと思います。すごく天気がいいです。旅行前はね、雪降ってね、ちょっと寒かったんですけど、帰ってきたらすごく天気がいいから、すぐね、もうすぐ北海道にもね、春が来そうな感じがありますね。という感じでね、小清水町のね、新しくできたモンベルストアにね、到着しました。こんな感じです。いや、すごい綺麗、すごいな、おしゃれだな。ちょっとね、中に入ってみたいと思います。はい、という感じでね、見てきました。ちょっとね、数点お買い物しました。エプロンとかね、お皿類とか、まあ、ジャンバーとか、それなりにちょこちょこ買ってね、買い物と同時にね、モンベルの、メンバーズクラブ、年間ね1500円の、会費かかるんですけど、なんかいろいろね、お得でポイントも貯まるし、開放も送られてくるみたいなんでね、今回ね、会員になってみました。はあ、楽しかったな。じゃあちょっとお腹が空いたんで、どっかで腹ごしらえ、ご飯食べていきたいと思います。はい、したらね、今日のお昼ご飯はちょっと遅くなっちゃったんですけど、僕が一番好きなラーメン屋、駅馬車っていうラーメン屋です。ここのね、ツーラーメンっていうね、ネギがいっぱい入ったねラーメンがね、ほんと美味しくて、一番好きなラーメンですね、ここが。はい、ああ久しぶりだな。さて、食べますか、ラーメン。これです、ツーラーメン。ツーラーメン、ネギがいっぱい入った。うん、これこれね、食べるよ。すいません、ツーラーメン2つください。はい、ラーメン待ちきれずに先に持ってきたおにぎり食べてます。
今ちゃん。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 はい、どうですか。美味しいですか。ピンマイクのね、音声の方どうですかね。結構小さめに喋ってるけど、これぐらいの声でね、喋れるんだったらね、本当に楽なんですけど、もうポケットに入れても全然違和感ないですね。これぐらいの小ささだったら。どうですかね。ちょっと家帰ってみてね、どのような感じなのか楽しみですけど。これがツーラーメンです。ネギがいっぱい入ってて美味しそう。まいちゃん美味しそうだよ。これそう。これ、おいしい？おいしい？おいしい？まいちゃん食べてみて。はい、おいしい？これ、まいちゃん、完食しました。まいちゃん、おいしかった？ひまちゃん、おいしかった？まだ食べてますか？ごちそうさまでした。おいしかったです。おいしかった、おいしかった。よいしょ。はい、行くよ。ちょっとラーメン食べたら暑くなったんでね、公園があるんでね、ちょっとここで外の風でも当たって日向ぼっこでもしますか。お、すごいな。そこ登れないんじゃないかな。ひまちゃん、そこ登れないんじゃないかな。あー、気持ちいい、気持ちいい。でもいいわ、芝生がすごい綺麗に整備されてるな。ピンマイクの音声はどうなってるのかな。ほぼねデフォルトの状態で、リミッターだけねオンにして、リミッターだけオンにしてるんですけど、どうなのかな。登れるかい。ここすごい急斜面だよ。登れるかい。ここは無理だわ。こういう感じでね、引きの映像をしてもね多分ここで音声が取れてると思うんでね、こういうようないろいろな撮り方がいると思うけど、あ、危ない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 。今ちゃん登れないぞ。登れる？おいしょ、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 はい、バイバイしてママに、はい、はい、どう？降りますか？おいしょ、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 危ない、はい、今ね、歩きながら撮影してますけど、どうなんだろう。まあ今日シャツ着てきてるんでね、そんな服が擦れたりする音はねあんまり入ってないと思うんですけど、今ねちょっと公園内を散歩しながら撮ってます。音声を別撮りしてます。ポケットにね、本当にねスポット入るのはすごくいいな。これ小さいから、ここ気持ちいいな、すごい。はい、という感じでね、今結構カメラ離れた状態でね撮影してますけど、声もねすごく小さな声で喋ってます。音声の方はねこれでね結構入っているようだったらね、本当にこれからね、まあ、Vlog に限らずいろいろな撮影方法ができるかなと思うんですけど、まあ、今日はちょっとね初めてなんでこう見える位置につけてますけど、まあ、今後はね服の中にうまいこと隠してね、まあ、さりげない感じでね録音できたら本当に Vlog 撮影が楽になるな。これぐらいの小さな声でね喋ってて音声が綺麗に撮れる、しかもホワイトノイズも乗らない、環境音もあんまり入らないって言ったらね、本当にこれは重宝しそうです。もうちょっと話してみるかな。結構話してますけどどうですかね。こんなような感じです。結構話してます。これでもねちょっと音声の比較してみないと分かんないんですけど、まあ多分音割れとかがしない限りはね、まあ、ここで今撮ってるわけですから、マイクどんだけねカメラを離したとしても全然ね音声は普通に撮れてると思うんですけど、音声同期がね割と簡単にねできそうなんでね、それだけ別に
最初慣れるまではね手間かかるかなと思うんですけど、全然音声別撮りのこの Vlog スタイル G7X Mark II を使って今後ね使用していく機会がすごく増えそうな感じがします。はい、という感じでですね、今日はドライブがてらね、小清水の方にありますモンベルショップ来てみました。いろいろエプロンだったりとかね、お皿類だとかアウトドアに使用できそうなものをね数点買いました。今後ねそのような動画もねじゃんじゃん、もう北海道もようやく暖かくなってきたんでね増えると思うのでね、ぜひチェックしてみてください。もしねこの動画が良かったらグッド評価の方よろしくお願いします。重ねてねチャンネル登録の方もねしていただければ嬉しいです。という感じで今日はドライブがてらね、新しく買いました PCM レコーダーのタスカムの DR10L をね使用して音声別撮りでね G7X Mark II を使って Vlog を撮ってみました。本日もご視聴ありがとうございました。次回の配信でお会いしましょう。したっけねー。